東宝ウェディングプランナー。コロナによるブライダル業界の損失が1兆円と試算されるほどの苦境の中、私のところはフォトウェディングや新郎新婦お二人だけのプランなど手探りで生き残りを図ってなんとか生きながらえている。先日仕事の帰り道で韓流アイドルを100回殴ったような男につきまとわれた。彼女に振られて追い出されたの。何もしないから家入れてって。50メートルぐらい無視して歩いたけど、いろいろ言いながらついてきた。寂しい、自殺を考えている、人を疑うのは良くない、このままだと鬱になる、後悔しても遅い、俺が死んでもいいの、なんでそんなに冷たいの、育ち悪いね、聞こえてる、ツボひどいよね、みんなにそう言われない、人が一人死ぬんだよ、いいの、何もしないって言ってるじゃん、自意識過剰じゃない、そろそろ警察呼ぼうかと思ったタイミングで、こういうの無視したら少子化につながるよ、いいの、と言われた。その瞬間プランナーの血が騒いで、成婚者の出会いのきっかけは職場や学校が 70% です、ナンパは 1% 程度ですって返事してしまった。一瞬どうなるかと思ったけど、理屈っぽ、そういうの無理と言って男は元来た道に戻っていった。逆ギレされずに情けない捨て台詞吐いて逃げ出してくれてよかった。少子化対策ってか、何かする気満々じゃねえか、そいつみたいなやっこの遺伝子なんかつなぐくらいなら人類ごと滅びた方がいいと思うの。お心遣い感謝します。冷や汗と手の震えが止まりませんでしたが、毅然と反論できて、その結果危害を加えられることもなく本当に良かったです。その 1% のナンパというのも内訳を見てみると、相席屋やクラブなど出会いを前提とした場所で行われていることがほとんどなんですよね。夜道での声かけが何につながると言うんでしょうかね、自分を慰めてというナンパについていく人っているのかな。今日会社首になっちゃったんで飲みに行きませんかって声かけられたことあるけど、振られたから家に入れてとか、クビになったから飲みに行こうで OK してもらえる確率ってかなり低いと思う。普通のナンパの方が成功率高そうだけど、何を思ってそういう声かけをするのだろう。ナンパするやっこが相手の気持ちなんて考えるわけないから、ナンパしてるだけで相手にも周囲にも自己中傷快活なんです。